はい、皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。あなたは誰なんですか？あの、なんだっけ、あの映画あれなんだっけ、なんだっけ、君まろじゃなくてなんだっけ、つけきよつけきよ、君まろは違うやつだ。神滝さんでしたね。はい、いつもマスク作りました。布マスク。それマスクなの？次回までには完成すると思いますね、やめて、グズグズで始まるから。はい、第5回目のスゴモリネットです。皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。恒例になりましたけど、あのまたメール来てますんで、メール読みますね。あ、ありがとうございます。はい、これね、友の会の S さんです。はい。はい。はい、初回から3回目まで見て、まあ、今日5回目ですけどね、初回から3回目まで見て、全体としてだんだん良くなってるように思います。この配信は若い世代を第一のターゲットに指定してますよねって書いてあるけど、まあそうでもないんだけどもね。うん。2人の女性はとても可愛く映ってますよって書いてある。やばー、ありがとうございます。映画に関する話題はどんどん取り上げてください。パラサイト、半地下の家族みたいな大ヒットした映画のネタバレがないように感想批判などを述べると視聴者にも受けると思いますっていうアドバイスがありますね。この場でなんですが、僕は前進座内に映画友の会みたいなものを立ち上げたいと考えてます。コロナ問題が片付いたらその活動を再開しますみたいなことが書いてありました。友の会の S さん。まあでもこういうふうに前進座のことをいろいろ考えてくれるとありがたいですよね。嬉しいです。うん、ありがとうございます。神滝さん映画しょっちゅう見てるけどさ、これ映画の批判とかってなかなかするのって難しいよね。そうですね、ね、なかなか、うん、だからこういうタイミングだとなかなか難しいですね。うん、いや、しかもそのマスクしてやるのやめて。取った取った。言われちゃった。ね、神崎さん、今日も顔が赤いっていうか、お酒すごい並んでるじゃん。飲んでるね、完全に。色がもう怪しいです。分かった。次はさ、飲みながらやろうか。ね、もう最初から飲みながら。オンライン飲み会。オンライン飲み会。いや、オンライン飲み会を皆さんに見てもらうのもどうかとは思うけど、まあ、あの一応企画。グズグズになっちゃう。ただでさえグズグズなのに。まあ、その映画のこともね、あの、これからまあ、そうね、映画をこう取り上げるような機会もやっていけたらいいと思いますんで、このぜひ友の会の S さんのね、ご意見を参考にしてやりたいと思います。でね、メールもう一個来てます。はい、メールもう一個来ますよ。はい、どれだ、あ、これだ。はい、おはようございます。おはようございます。うん、ふと浮かんだ直球な感じのアイデア、創立記念日に向け座歌合奏プラス合唱を各々取って合体させ創立記念日にアップ、座の歴史クイズを出して当たった方に抽選で売れ残りって書い、売れ残り座歌手ぬぐいプレゼントだって。売れ残りって書かなきゃいいの、書かない。お粗末様でした。お粗末様でした。高柳って、これ身内のメールでした。高柳一子さんでした。あのね、あと他にもね、いろいろ書いてあるのは、テレワークで三笑太夫の、語りを合唱しろとか、いろいろ書いてあるけど、そう、難しいからね。でね、あとね、ものすごく言いづらいセリフ、もしくは早口言葉を各自取ってアップとか、もう自分の首を絞めるようなことばっかし書いてるね。やだよ、怖いよ。信長殿も、ちょっと聞いて。信長殿も信長殿じゃが、淀殿も淀殿じゃ。はい、平沢さんどうぞ。信長殿も信長殿じゃが、淀殿も淀殿じゃ。お
すごい。ちょっとちょっとなんかやめて、その練習した感たっぷりなの。行った行った、すごい、あ、すごいすごい、僕ちょっとできないわ。じゃあマリコさんどうぞ。お願いします。信長殿も信長殿じゃが、淀殿も淀殿じゃ。あら、言えちゃってる。これはまずい、まずい流れだな。いや、知れた。これまずいな。信長殿も信長殿じゃが、淀殿も淀殿じゃ。ちょっと危なかったけどね。ああ、ああ、さあ、赤い顔した一人、残りがいるよ。そろそろ、視聴者の期待に応える時間が。お願いします。どうぞ。信長殿もの、え？あ、そうね。わかったわかった。Wi-Fi の調子悪いんだよね。わかったわかった。これいいのかな、こんなグズグズなことやってて。すいません、本当に。いや、引き続き、すごもり、アットマーク、全身座 .com で、リクエストお待ちしております。こんなことしかできませんけども、よろしくお願いいたします。今、メールで、どんどん募集もしてるんですけども、女優さんの中でもいろいろね、動画集めてくれてるんでね。そうなんですよね。この後 ね、そこ、うん、ね、何やろうとしてるんだっけ。うん、この前皆さん見ていただいたと思うんですけど、自粛してゴールデンボンバーの替え歌の自粛しての立ち回りがあったと思うんですけど、うん、やっぱ女優もなんかやらなきゃねって言ってるので、ちょっと企画してますので、ちょっとお楽しみに待っててください。じゃあそれは次ぐらいにこうアップできるといいかもしれないね。ね、ちょっと急ぎますね、うん、待っててくださいね。はい、じゃあ今日の動画は何をお送りしますか。今日は、うん、うん、この巣ごもり中にお料理をした動画をくださったので、うん、それをぜひ皆様に紹介したいなと思います。江林さんはね、2回目だっけね、もう朗読ね、やってくれる。あ、3回目か、ね、3回目か、うん、ね、すっぴんだから出すなっていうのに出しちゃったね。何言われましたけど、謝っときますからね。手遅れ、もう出しちゃったって言ってね。まあ、その岩井さんが今回はじゃあ料理を作ってるわけね。了解です。じゃあそれも見ながら楽しんでいただければと思います。じゃあ今日のところはこれぐらいで終わりにしましょうかね。はい、ま、マリコさんとかあんまり喋ってないですけど、早口言葉しか言ってないよ。そうですね、うん、そうですね、うん、なんか言った方がいいですか。無理に無理に言わなくていい。断捨離してます。断捨離、あ、そうなんだ。いっぱい捨ててる？そうなんです。いろいろもうバンバン捨ててます。うん。あとで後悔するかもしれない。勢いで。こんなに時間があるんないですね。だってちょっともう今終わろうと思ったのに言うのもなんだけど、ゴールデンウィークにゴールデンウィークらしく、あ、らしくもないけど、休むの初めてだもんね。だっていつも国立劇場の直前だから、絶対にお稽古してるわけだもんね。まあ、おかげでこの巣ごもり企画もできたわけだし、まあ、よしとしましょうか。ね。ということで、じゃあ、次回までにいろいろ企画を立てておきたいと思います。今日のところはさようなら。ありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございました。